第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦、ウェイク島の戦いウェイク島の戦いは、第二次世界大戦における日本軍とアメリカ軍の戦い。戦いの後のウェイク島日本軍部隊の状況についても記す。なお当時の表記は、ウェイ記事まであった。1941年12月8日の太平洋戦争開戦直後、大日本帝国海軍は、 第4艦隊司令長官、井上成美中将を指揮官とする南洋部隊をもってウェイク島の攻略作戦を開始した。本作戦は日本海軍単独で実施され、基地航空隊の空襲で始まる。アメリカ軍は海兵隊を主力とする500名と戦闘機12機を配備していた。12月10日深夜、第6水雷戦隊司令官。 カジオカ・サダミチ少々指揮下のウェイク島攻略部隊は、ウェイク島に到着して、海軍陸戦隊による奇襲上陸の準備にかかるが、夜間に加えて、悪天候のため大発動艇の発進に失敗した。12月11日の天命後に、強行上陸作戦を敢行することにしたが、残存していたアメリカ軍の砲台と F4 回戦闘機の反撃で駆逐艦2隻を喪失。 損傷艦多数を出して、クエゼリン艦賞へ撤退した。第一次攻略作戦の失敗は、初戦における、日本側唯一の敗北となった。第二次上陸作戦の実施するにあたり、攻略部隊には、地上兵力やグアム島上陸作戦に参加していた、従順洋艦4隻や、駆逐艦が増強された。また、連合艦隊は、真珠湾攻撃を終えて、 日本本土駅東中の南雲機動部隊から一部兵力を分破し、ウェイク島攻略に従事させた。第二航空戦隊等は南洋部隊の指揮下に入り、21日からウェイク島への空襲を実施した。23日、攻略部隊は上陸を観光、この際に小海底2隻が格座上陸した。激戦の末に、米軍は降伏した。米軍は、 空母機動部隊による、牽制攻撃やウェイク島救援を計画していたが、米軍守備隊の降伏により、日本軍と交戦する機会はなかった。ウェイク島は、アメリカ本土とグアム、フィリピンを結ぶ、作戦線上にある、アメリカ軍の中部太平洋における重要な拠点の一つであり、日本側から見れば、日本本土とマーシャル諸島を結ぶ、 作戦戦場に位置する草びのような存在であった。日本軍は開戦前からウェイク島の攻略を起としていたが、具体的に計画されたのは開戦直前の1941年になってからであった。中部太平洋方面の作戦は、トラック諸島を拠点にしていた第四艦隊を機関とする南洋部隊の担任であった。南洋部隊に割り当てられていた戦役は、 非常に大きく、その一方で、手持ちの戦力は少なかったため、ウェーク島攻略作戦は、日本海軍単独での作戦、グアム攻略は、陸軍南海主体との共同作戦、海軍少数兵力で、ギルバート諸島方面攻略を実施という方針に定まった。ウェーク島、ウェイク島は1935年に、パンアメリカン航空が進出して、太平洋横断航空路の中継地として、 使用されるようになり、その後アメリカ海軍の航空基地としての防備がなされた。1939年にアメリカ連邦議会がグアム島の基地強化計画を否決したことで、ウェイク島の戦略的価値も低下したが、その一方で潜水艦、駆逐艦など根拠地や海軍航空基地追加の必要性調査のため設置されたヘップバーミー委員会により勧告された、 ウェイク島の海軍航空基地及び潜水艦基地としての強化が認められた。それを受けて滑走路の建造や水路の浚渫工事などが開始され、1941年8月には陸上機用の滑走路が完成した。また、1941年8月にハワイの海兵隊第一防御大隊の一部178名がウェイク島へ派遣された。 同年11月には、さらに約200名が派遣され、ウェイク島守備隊は388名になった。また、11月には、航空基地設営要員やウェイク島の指揮官、カニンガム中佐も到着。12月4日には、空母、エンタープライズが、第211海兵戦闘飛行隊の F4 回、ワイルドキャット戦闘機12機を輸送してきた。海戦時の人員は、 モリソン選手によれば、海兵隊449名、海軍68名、陸軍飛行隊5名、パンアメリカン航空70名、民間作業員1146名であった。主要な砲台は、ウェイカ本島には、南西端のピーコック岬と、島西部、北部ヒール岬合計4カ所、ウィルクス島とピール島には、それぞれ2カ所配され、奇獣座も数カ所据え付けられていた。 攻略作戦部隊は、ウェイク島攻略部隊、ウェイク島攻略援護隊及び、航空部隊からなり、以下のような編成であった。日本側は、当初、航空船で、ウェイク島の陸上施設を破壊した後、艦船に所属する陸戦隊だけで、ウェイク島を占領する計画を立てていた。だが、ウェイク島のアメリカ軍守備隊の兵力が予想よりも多かったため、 急遽特別陸戦隊に個中隊を追加した。ウェイクと攻略作戦そのものは日本艦隊の行動からアメリカ側に警報を与えないため真珠湾攻撃から3日遅れて実施することになった。日本軍は1941年12月8日の海戦と同時に攻撃を開始した。まず5時10分、クエゼリン艦章のルオット島を出発した第24。 航空戦隊の96式陸上攻撃機34機がウェーク島へ到達し、高度450メートルで爆撃を開始した。この攻撃は、高度3600メートルを飛行していた4機の F4 回戦闘機を含め、守備隊は日本軍機に全く気づいていなかった。飛行場と砲台に損害を与え、飛行場に並んでいた8機の F4 回戦闘機は7機が全開。 一機はひどく壊れ、第211海兵戦闘飛行機隊55名のうち23名戦士、11名が負傷した。負傷を免れた整備員は一人もいなかったが、整備員は必死で残存5機の整備と修理を行った。昼過ぎにはウェイクと攻略部隊がクエゼリン艦渉を出撃した。第24航空戦隊は12月9日に、 シト世海軍航空隊の陸上攻撃機27機で2度目の空襲を完光。海4回戦闘機は1機撃墜を記録した。翌10日にも陸上攻撃機26機で3度目の空襲を完光したが、対空砲火は熾烈となり、残存の F4 回戦闘機も必死に反撃。陸上攻撃機1機が撃墜された。ビルクス島の弾薬庫が爆発し、 校舎砲一門を破壊したが人的被害は戦士一名負傷者四名だった。この間、進撃中の攻略部隊は、最先良い戦火報告のみを重視して油断しきって、いたが、アメリカ側も残存の F4 回戦闘機を爆弾が検証できるよう改装し、即成の戦闘爆撃機に仕立てて攻略部隊を待ち受けた。地上撃破されたかい4回戦闘機12月10日夜、 両65号潜水艦に誘導された攻略部隊は、米空東沖に到着した。ヤーンを利用しての上陸作戦計画である。日本側は上陸体系を整えたが、その日は波が高く、攻略部隊の各艦は各々の適当の地点から、終停を発進させることとなった。ところが、金達丸と金号丸では、陸戦隊を乗せた大発動艇を降ろすのに難航した。 ついには、大発の破壊や転覆が相次いだ。攻略部隊は上陸を一旦延期し、巡洋艦や駆逐艦は島に接近して、艦砲射撃を行うことにした。12月11日、米軍指揮官は日本軍攻略船団を発見、巡洋艦からアウトレンジ砲撃されることを警戒し、ギリギリまで射撃をしないよう部下達に厳命した。 3時25分にまず軽巡3隻が続いて3時43分に駆逐隊が砲撃を開始した。4時、ウェイク島の砲台が近寄ってきた攻略部隊に対して反撃を開始、ウェイク島の米軍砲台を叩き潰したと信じきっていた攻略部隊を驚かせた。まず、ウェイク島ピーコック岬の A 砲台が機関、夕張りを砲撃し、夕張りは 円幕を展開すると南へ飛退した。4時3分、ウィルクス島沖で砲撃を行っていた、疾風が、豪鎮、米軍側は、ウィルクス島 L 砲台による戦火と認定している。ビール島の B 砲台は、駆逐艦2隻と交戦し、2隻は円幕を展開して、飛退した。付近には、一旦下ろした大発がひしめき合い、艦が密集し身動きが取りづらいところに、 砲台からの砲弾が次々と降り注ぎ、海4回戦闘機は攻撃を繰り返した。砲戦開始から20分も経過しないうちに、カジオカ司令官は撤退命令を出した。攻略部隊は砲台の射程外へ退避したが、日本軍の航空攻撃を警戒して上空に待機していた海4回戦闘機4機は用が済んでいなかった。4機は 弾薬と燃料の補給を繰り返しながら9回も出撃。海4回隊は逃走する日本艦隊を爆撃し、第18戦隊は機銃装車で死傷者を出した。5時42分、攻略部対角艦と共に退避中のサラギは、ウェーク島、ピーコック岬沖地点で海4回戦闘機に襲撃され、100ポンド爆弾一発が命中、同艦は爆沈した。 第4回戦闘機はさらに追い打ちをかけ、金剛丸を機銃装車して搭載していたガソリンを炎上させた。各艦も襲撃され、各艦とも死傷者が続出する。海上の状況も依然として悪く、時刻を改めての奇襲上陸の見込みも事実上つえた。攻略部隊各艦は、クエゼリン艦賞に退却することとなった。米軍の戦死者1名、負傷者4名、 海4回戦闘機1機が被弾により不時着して全開となったが守備隊の戦力は尽きようとしていた。12月13日、日本軍攻略部隊はクエゼリン艦渉に帰投した。12月14日、海4回戦闘機1機は着陸に失敗して飛行不能となった。12月20日、飛行可能な F4 回は2機に減少した。第一次攻略戦は、 日本側の惨敗であった。第4艦隊機関の第7潜水船隊司令官大西晋三少将は後から見ると随分ずさんの計画だった。航空船の効果に期待を持ちすぎたと回想している。再度の出撃までの間、研究会が開かれ、第一次攻略戦の反省とその対策が論じられた。ひさらぎ沈没の原因が魚雷等に対する被弾と考えられたので、 魚雷と爆雷に断片余計を施した。また、攻略部隊がたった4機の F4 回戦闘機に翻弄されたことから、より強力な航空兵力が望まれた。他にも、上陸準備に手間取ったため、大発を素早く下ろせる措置を講じたほか、通信技術の向上も図られた。これらの研究会の最中、梶岡少将は、陸戦隊の揚陸について、最悪の場合は、 小海底を拡散させてでも揚陸させるという副案を持つようになった。第二次攻略作戦を実施するにあたり、ウェイク島の米軍航空戦力制圧は史上命題であった。だが南洋部隊の基地航空隊は距離の関係からウェイク島に戦闘機を派遣できず、空母もないため、南洋部隊単独での戦闘機撃滅は不可能だった。第四艦隊参謀長。 矢野しかぞ大佐は、ウェイク島の残存機撃滅を連合艦隊司令部に依頼した。連合艦隊はこれを受け、真珠湾攻撃からの基礎にある第一航空艦隊に対し、ウェイク島攻撃に向かうよう令した。これに対しナグモは一旦トラックに入港して、整備を行った上、関係省官と打ち合わせを行ってから、ウェイク島攻撃に向かう旨通告した。他、 グアム攻略戦を終えた第六戦隊や、駆逐艦2隻、特設艦船、特別陸戦隊1個中隊が追加されることとなった。12月15日、第四艦隊から参謀が派遣され、作戦会議が開かれた。この席上、梶岡少将は非常の際の小海底の傭兵についても説明。結果、開諾された。12月17日、第四艦隊より、 再度のウェイク島攻略命令が出された。18日、19日、20日と詰めの会議が開かれ、偵察も改めて実施された。これを受け、機動部隊に20日頃にウェイク島を攻撃してもらいたいとの要望が出されたが、そもそも、ナグモの構想とは違っていた上に、燃料の関係もあり、敵に兵力を南洋部隊の指揮下に入れて、ウェイク島攻撃に協力させ、 残りは日本に帰ることとなった。この敵義兵力が、安倍高期少将指揮下の巡洋艦2隻、空母2隻、駆逐艦2隻であり、増援兵力は12月16日に、機動部隊本体から分離した。この頃、両66号潜水艦と両62号潜水艦が衝突して、両66号潜水艦が沈没、連合艦長は、 同等は少し魔物なりと記している。第二次攻略作戦部隊は、ウェイク等攻略部隊、ウェイク等攻略増援部隊などからなり、以下のような編成であった。格差した第33号小海底攻略部隊は21日、朝4時30分、再度出撃した。同じ頃、南雲機動部隊から分派された第八戦隊司令官、安倍後輝少将指揮下の第二航空戦隊は、 南洋部隊指揮官、井上成美大四艦隊司令長官の指揮下に入り、ウェイク島、西方300海里の地点で、空母2隻より、戦闘機18機、艦上爆撃機29機、艦上攻撃機2機を発進。ウェイク島に対して空襲を行った。これにこうして、地と世界軍航空隊の陸上攻撃機27機がウェイク島を空襲した。22日、 第2航空戦隊は、戦闘機6機、艦上攻撃機33機で、ウェイク島に対する2回目の空襲を実施。攻撃隊がウェイク島上空に達した時、その上空には F4 回戦闘機2機が待ち伏せていた。第4回戦闘機は貨幣ながら攻撃隊に対して奇襲を観光し、艦上攻撃機2機を撃墜した。このうちの1機は水平爆撃の名手として知られ、 真珠湾攻撃の際に観光隊の誘導機を務めた金井正一と飛行兵装機であった。直後、第4回戦闘機はすべて撃墜された。攻略部隊は順調にウェーク島に接近。22日午後に上陸船の体形に占いくらいし、誘導潜水艦を頼りにウェーク島の南岸に接近していった。21時、上陸命令が令され、これと同時に、 第18戦隊は、ウェイク島の東岸に移動して、陽動作戦を実施した。第6戦隊は洋上に展開して、上陸支援や敵艦隊に備えた。しかし、この日も、海上の状況は悪く、大発を下ろすのに、順調さを欠いたため、ついに小海底2隻が、海岸に格差し陸戦隊を上陸させた。それに続き各艦からも陸戦隊が大発で、 ウェイク島南岸とウィルクス島に上陸した。上陸した陸戦隊のうち、マイズル特陸一個中隊の本隊は、砲台と奇獣陣地の真正面に上陸し、猛烈な反撃を受けて中隊長が戦死した。第六根拠地帯一個中隊は、ウィルクス島に上陸。これまた猛烈な反撃を受け、小隊全滅等の損害を出した。 マイズル第二特陸一個中隊も負傷者が続出。凄まじい被害の重火の応酬により、23日になっても戦線は降着状態となった。日本軍と米軍が入り組んで戦ったため、洋上の日本艦隊は艦砲射撃もできなくなった。戦況が一気に日本側に傾いたのは、マイズル特陸一個中隊のうちの決死隊の働きによるものである。決死隊は、 反撃をかわして、アメリカ軍捕虜を道案内として進撃中、飛行場近辺で海兵隊指揮官ジェームズ・デベル少佐を捕虜とした。さらに進撃すると、ジープに乗った将校を発見。尋問の結果、将校は、ウェイク島守備隊指揮官ウィンフィールド・カニンガム中佐だった。決死隊は、カニンガム中佐を捕虜として、ジープに乗せ、白旗を掲げて、 戦線を回らせ降伏を呼びかけさせた。この結果、7時45分頃には、ウェイク島からの砲声は途絶え、司法の状況から、アメリカ軍守備隊の降伏と判断された。残敵相当後の12月23日10時40分、日本軍は、ウェイク島の完全攻略を宣言、通報した。これをもって、第2航空戦隊、第8戦隊は、 南洋部隊の指揮下を離れた。12月29日、6隻はクレに到着した。占領が確認されると、攻略部隊は追加の陸戦隊と医療班を上陸させて処理に当たらせ、水上機体や飛行艇の基地を整備した。また、アメリカ軍の捕虜を飛行場に集めて座らせようとしたが、捕虜たちはそれを拒否して座ろうとしなかった。 訳を聞くと、第一次攻略戦の第一回空襲の後、守備隊は、日本の空挺部隊の来襲を恐れて、大急ぎで飛行場に地雷を埋設した。その上に座らせるのは、座らせてから地雷で吹っ飛ばそうと企てているのでないか、と勘ぐったためであった。また、ブルドーザー1両とクレーン2機も旅客し、これらは後に、ウェイク等の防御陣地構築に使用されることとなる。 当面の警備兵力には当初、攻略部隊をそのまま警備部隊としたが、現地の要望により改めて警備部隊の派遣が要請されることとなった。これを受け、上海海軍特別陸戦隊から1個大隊がウェイク島に派遣されることとなり、大隊は12月27日に輸送船に行った丸に乗船し、途中対戦行動をとった上で1942年1月12日に、 ウェイク島に到着。大体は第65警備隊として、ウェイク島の防衛に当たることとなり、これと入れ替わるように攻略部隊は暫時引き上げていった。その後、日本はこの島を直轄地として、ウェイク本島を、大鳥島、ピール島を、羽島、ミルクス島を、足島、ピーコック岬を、神戸崎と命名し、統治を行った。ウェイク島本島には北側に、 中高延滞。南西には戦闘機延帯及び燃料置き場、飛行場の南東には弊社地区が設けられた。新田丸ウェイク島の捕虜のうち技術者を除いた約1200名のアメリカ軍の捕虜が陸戦隊を輸送してきた新田丸で上海に送られることとなったが、その途上で事件が起こった。船内は厳しい規律と潜水艦の攻撃への不安から異様な雰囲気に包まれた。 そんな最中、一人のアメリカ軍の捕虜が警備兵の銃を奪取しようとする企てを起こし、同じようなことが複数回あった。なおこれは戦時国際法で降伏した捕虜として禁止されている行為である。横浜港へ入港し途中経過を軍令部に報告した際、規律に則っとって処分せよと命令が出た。そこで新田丸が、 九州近海に差し掛かった際に警備兵によって5名の反乱を起こそうとした捕虜が船長及び指導者の簡易裁判の上で死刑となり、遺体は水槽した。戦後、GHQ によってこの事件が調べられ、この事件の関係者で戦後まで生き残っていた斉藤敏夫少佐を先般として取り調べた。最初は、権威なしとして釈放したものの、処分を命じた当事者が戦死しており、 責任者が不在であることは適当ではないということになり、斉藤を処罰することとなった。これを察知した斉藤は1953年2月まで、逃避業を続けた。また、新田丸関係者も高級幹部が亡くなっていたので、機関長と繊維が聴取された。実際のところ、1941年12月26日に、クレチンジフ司令長官、 豊田添夢大将から斎藤に捕虜の取り扱いに関する命令が出されており、その中に必要ある時派武力を行使することを独とあり、武力行使に関しては斎藤にある程度の権限が与えられていたとも考えられる。その他、斎藤には新田丸が不測の事態に陥った際には、船長に代わって新田丸の指揮を取る権限も与えられていた。 ウェイク島に残留した捕虜のうち、病人などが1942年5月と11月に日本に移送された。ウェイク島の戦い前後、アメリカ海軍の動きとしては、ウェイク島への戦闘機輸送の基とにあったエンタープライズ、及びミッドウェイ島への戦闘機輸送に任じていた、歴ントンがそれぞれハワイ西方洋上とミッドウェイ島南東洋上にあり、 サラトガがウェイク島への戦闘機輸送の第二陣として真珠湾に向かっていた。サラトガにフランク・ J ・フレッチャー中将が座上して第十四任務部隊を編成、ウェイク島救援に当たることとなった。これに講し、エンタープライズ機関の第八任務部隊は遊軍として紹介と支援を行い、歴ントン機関の第十一任務部隊は牽制攻撃のためジャルート、 干渉を目指して12月14日出撃した。第11任務部隊は日本軍のブタリタリ、マキン島占領に伴いマキン島奇襲に矛先を変え、さらに太平洋艦隊司令長官代理、ウィリアムパイ中将の命令により、第14任務部隊の支援に回ることになった。パイ中将はウェイク島の取り扱いの方針について、海軍作戦部長、 ハロルド・スターク大将と合衆国艦隊司令長官、アーネスト・キング大将に伺いを立てたところ、ウェイク島守備隊の指揮を考慮したものの、兵力の増強をより撤退すべきだと指示された。こうして、ウェイク島救援の動きは一気に収束に向かった。ウェイク島救援の本体である、第14任務部隊はもともと寄せ集め部隊で、連度も十分でなく、 12月23日の時点で、ウェイク島の北東約683キロ地点に達していたが、占領の方と相前後して引き返していった。1942年に入ると、アメリカ軍は手持ちの空母を活用し、南方作戦の牽制を狙ってウェイク島、マーシャル諸島への奇襲作戦に打って出た。第11任務部隊は、ウェイク島へ、 第8任務部隊と新配備のヨークタウン機関の第17任務部隊はサモアへの輸送任務終了後にマーシャル諸島へそれぞれ向かったが第11任務部隊は1月23日に出撃した直後追伴の給油艦がチェスガイ72に撃沈され燃料不足が懸念されたことと代わりのタンカーがいなかったこともあって第11任務部隊のワイエク島への奇襲作戦は中止された 二月十四日、マーシャル奇襲から戻ったエンタープライズは引き続き、春税中将に引き入られ、レーモンド・スプルーアンス少将を率いる、従順洋艦ノーザンプトン、ソルトレークシティ駆逐艦六隻と組んで、第十六任務部隊を編成し、新自安から、米ト闘空襲に向かった。二月二十四日早朝、第十六任務部隊は、まず、ノーザンプトンとソルトレークシティ、駆逐艦二隻が、 ウェイク島の陸上施設に対して艦砲射撃を行い、ついで艦載機がウェイク島の陸上施設に対して爆撃と機銃装作を行ったが、いずれも味方捕虜がいると思われた兵舎は目標から外された。第16任務部隊は3月4日に南鳥島を奇襲して何ら反撃を受けることもなく真珠湾に帰島した。日本軍は 中部太平洋方面の防衛強化のため、陸軍部隊をこの方面に派遣することとなった。このうち、ウェイク島には、山形強少将の独立混成第21、旅団の内付評第170連隊、第2大隊を、ウェイク島に、主力オフアムに移動することとなった。大隊は10月3日に、ウェイク島に到着して、第65警備隊の指揮下に入った。 この時点でのウェイク島の防御陣地は、大比号や申し訳程度の陣地しかなかったが、大体到着後に、戦術した路クブルドーザーやクレーンなどを活用して、2年近くかけて強固な陣地を構築した。1942年12月10日付で、第65警備隊司令に、酒、井原重松大佐が着任し、以後終戦まで、ウェイク島で指揮を取ることとなる。 1943年に入り、不評第170連隊、第2大隊を機関に、南海第3守備隊が編成され、増強部隊も送られることとなった。このうち、砲兵中隊と即射砲部隊が7月27日に到着し、ついでラバウルから、戦車部隊と不評部隊もエーク島に移動することとなった。しかし、ラバウルからの部隊は、アメリカ軍の攻撃により、 打撃を受け、残った部隊は体制を立て直した上で9月5日に、ウェイク島に到着した。一方のアメリカ軍も、初戦期の機動部隊の奇襲以降も、断続的にウェイク島に対して、定期的に爆撃を行った。1943年に入ると、1月26日と5月16日、7月8日、7月25日、及び7月27日に、 ミッドウェイ島からの B-24 が爆撃を行った。後の第41代大統領ジョージ HW ブッシュはパイロットとしてウェイク島を攻撃したことがある。南鳥島及びウェイク島への空襲戦1943年中晩以降からはエセックス級航空母艦が次々と新珠湾に到着した。空母エセックスヨークタウン及びインディペンデンスの3隻は 第15任務部隊を構成し、南鳥島攻撃のための2週間に及ぶ訓練演習を共に行った。第15任務部隊による南鳥島攻撃は1943年9月1日に行われ、島の施設の70%以上が破壊された。この攻撃はエセックス航空母艦の偉人であると同時に、震災用の機動部隊戦術の実際の運用と試験、 訓練を兼ねていた。1943年9月18日から20日には、歴シントンプリンストン、ベローウッドが、ギルバート諸島とナウルへの空襲を行った。98USPW5 から10から43とホラル大は1943年10月6日と7日、アルフレッド・イーモント・ゴメリー少将式のアメリカ第14、任務部隊が、ウェイク島に対して、 合計738機を繰り出して空襲を行い、また重々に洋艦によって艦砲射撃を実施した。これらの攻撃は日本軍に大きな損害を与えた。この攻撃により備蓄してあった食料の大半が消失し、以後のウェイク島防衛に大きな影響を与えることとなった。一連の攻撃の後、堺元はウェイク島に残してあったアメリカ人。 捕虜98名を島の北部に集め、機関銃で虐殺した。1名のアメリカ人が隙をついて脱走し、岩に 98USPW5 から10から43というメッセージを掘ったが、彼もまた捕らえられて斬首された。大本営は、ウェーク島、マーシャル諸島にアメリカ軍の攻略部隊が襲来する恐れが強いとして連合艦隊に迎撃を指示した。 連合艦隊は10月17日に、第三艦隊など、戦艦山と長と空母昇格、随格、随方からなる艦隊をエイク島、マーシャル諸島方面へ出撃させたが、アメリカ艦隊は出現せずに、完全な空振りに終わり、26日にトラック島へ、帰島した。これら2つの出動の結果、前進基地であるトラック白地の重油地区は底をつき、 大規模な艦隊活動は不可能な状態に陥ってしまった。機動部隊の攻撃後、ウェイク島にさらなる部隊が送られた。第一陣として、満州から独立混成第五連隊と戦車第16連隊主力が特設巡洋艦赤城丸でウェイク島に送られ、1944年1月1日に到着した。続いて、砲兵大隊と工兵隊。 衛星隊を中心とした第二陣も赤木丸でウェイク島に輸送されるはずであったが、その途中の1月16日に文後水道で赤木丸を護衛していた駆逐艦両月がアメリカ潜水艦スタージョンの来撃で大破し、輸送作戦が中止された。第二陣を乗せた赤木丸は改めて出撃し、2月1日にトラックに到着。しかし、 クエゼリン干渉の陥落によりこれ以上の前進が困難となり、ウェイク島に向かう予定だった第二陣は、ポナペ島防衛に転用されることとなった。1944年5月22日、ウェイク島の在陸軍部隊は、再編成により独立混成第13連隊となり、第31軍の直轄部隊となった。しかし、この頃から、ウェイク島の防備部隊を飢餓と、 栄養失調の影が覆い始めた。独立混成第5連隊と戦車第16連隊主力は3ヶ月分の食料を傾向してウェイク島に進出したが、その食料は4月末頃には消耗し、また、毎月1回の割合で行われていた補給も同時期にほぼ途絶した。悪いことに5月24日にはモントゴメリー、率いるアメリカ第58.3人部軍が ウェイク島を攻撃し、医薬品の大半を喪失。ウェイク島防備部隊は、食料と衛生の面で、さらなる苦境に陥ることとなった。防備部隊は、現職を行う一方で、食料の育成が難しい条件を忍んで、干木の枯れ葉を埋めた、土壌作りを行って農園作りを行ったり、特設監視艇などを活用した漁業を行ったものの、飢餓による体力減退等により、 漁業は規模を縮小せざるを得なかった。また、ウェイククイナを絶滅するまで食べ尽くし、ウミツバメの卵を採取して、食料としたり、寒木の葉で草餅を作るということも行われた。9月に入り潜水艦による食料補給が行われるようになり、その時の実は一時的に栄養失調で潜病死するものが減った。また、潜水艦から映画、キヌヨの恋のフィルムが持ち込まれ、 米軍から奪った A 射機を使用し、上映会が行われた。そんな中、9月4日には、苦境のウェイク島をアレン・イ、e、ースミス少将の第12.5任務軍が攻撃した。また、陸軍部隊の栄養失調による戦病死者は9月だけで245名に達した。1945年に入り、防備部隊が口にできる食料は潜水艦が輸送してくれる。 缶詰肉 20g と調味品 10g に激減し、3月10日に海軍部隊、3月25日に陸軍部隊が、それぞれ1日2食生となった。それでも3月末には陰徳食料が発見されるという出来事があり、4月には白菜や小松菜の収穫があった。しかし、4月18日に5度目の潜水艦による補給があった後はしばらく補給が途絶した。 ウェイク島は、伊王島、沖縄の各戦いにも関係はしなかったが、それでも気まぐれのように攻撃を受けた。6月20日、ウェイク島にトラック行きの最運が到着したのにこうしたかのように、ラルフ・イージェニングス少将率いる第12.4任務軍の攻撃があり、任務軍は新型の白輪爆弾で攻撃した。この攻撃の後、 6月22日から27日までは、1日1回3 7ムの主食と、わずかな鰹節しか配給されず、攻撃の影響も含め6月の栄養失調による占領死者は、陸海軍部隊合わせて264名に達した。部隊平均体重も4 1キロに減少し、最低では2 8キロしかなかったものもいた。この頃には、陸海軍部隊全員が、 栄養失調状態となり、歩行や簡単な作業すら難しくなっていた。この状況は、6月27日に6度目の潜水艦補給が行われるまで続いた。7月、病院船高佐五丸が船倉に食料を搭載して、ウェイク島に向かったが、ウェイク島到着前日にアメリカ駆逐艦マリーの臨検を受け、食料にチェックが入った。これにより、 食料の陸揚げができなくなり、7月4日に、ウェーク島に入り泊した高砂丸は、患者輸送しか行えなかった。その患者を乗せる際にも、上空からの監視があり、出航後にもまた臨検された。高砂丸は1000名もの栄養失調患者と、戦勝者を輸送したが、船内で1000病死した、栄養失調の患者が36名も出るほど、痛ましいありさまであった。 8月1日には沖縄に向かう途中のアメリカ戦艦ペンシルベニア駆逐艦の艦砲射撃及び空襲を受けたが日本側も反撃してペンシルベニアに損傷を与えた。1週間後の8月8日にも戦艦ニュージャージー軽巡洋艦ビロクシー駆逐艦及び艦載機の攻撃を受けた。一連の攻撃で海軍部隊の残存火砲は広格砲一機と わずかな基準しか残らなかった。8月15日、日本は降伏。ウェイク島守備部隊は翌16日夜に終戦を確認し、9月4日に残存していたウェイク島守備部隊はアメリカ海兵隊に降伏した。守備部隊はアメリカ軍から食料を得て、体力の回復に努め、アメリカ軍施設建設等に協力した後、10月5日に、 福音第一陣700名が病院船、立花丸で福音。ついで11月に第二陣が福音し、11月17日までに陸軍部隊1093名、海軍部隊897名が福音した。1944年4月から5月の時点では陸海軍部隊合わせて4000名近くを要していたウェーク島守備部隊は、 終戦までに栄養失調による1病死者1340名、戦死者291名を出した。守備部隊最高司令官だった、坂井玄は、戦犯容疑により関係者17名とともに、ウェイク島に残された。やがて酒井原は、1943年10月の捕虜虐殺の罪により、グアムで戦犯裁判を受け死刑判決が下され、 1947年6月に、刑が執行された。ウェイク島の戦いは目的こそ果たしたものの、連戦連勝にはき立つ、初戦期の中でも一番の苦しい戦いだった。人的損害も、アメリカ軍の戦死者122名に対し、日本軍の戦死者は少なくとも469名にも、及んだ。艦艇は、駆逐艦2隻と小海艇2隻を喪失した。 過平ながら攻略部隊を大いに翻弄したアメリカ側の戦いぶりは特筆される。第二次攻略戦における金井正一投飛行兵装の戦士は大いに惜しまれ、総流では金井の戦士によって重苦しい空気に包まれた。山口は檻に触れげ田だミノル中佐に金井を殺すようだったらあの時彼を飛ばさなければよかったとこぼしていた。田村敏夫や碇義郎は ウェイク島の戦いでの失敗や苦闘は、この戦争の前途を暗示するものであったとし、石橋隆は1942年2月のウェイク島への反撃を、戦果的にめぼしいものはなかったとした上で、将来への継承を含んでいたとした。1953年1月、ウェイク島に南方遺骨収集慰霊船日本丸から吉田。 シゲル首相の悲鳴が記入された二尺四寸の自然石でできた慰霊碑が持ち込まれた。この慰霊碑は後日劣化したため、1958年に、米木島戦没者慰霊碑再建講演会の手で再建された。この慰霊碑もアメリカ軍通信設備が立ち並ぶようになったため、1966年12月29日に、アメリカ軍戦没者記念塔の横に移設、新たに、 岸信介首相の手で太平洋の波永遠に静かなれの悲鳴が記入された。また、同等在住の日系二世イラリー吉村が世話役となり、安国神社が設計した鳥居が持ち込まれ、アメリカ空軍の国大佐はじめ20人のアメリカ人が建設に協力した。1969年には日米遺族が異例に訪れ、その様子は名古屋テレビで放送された。 名古屋テレビ、朝日新聞社が記録した8ミリカラーフィルム、カラー写真500枚は、東京、名古屋、大阪、京都、福岡等20カ所で公開され、観覧者の関心を集めた。1996年、アメリカ戦有解放でこの戦いに従軍した、関尾茂義軍衣装員が負傷したアメリカ軍捕虜の治療をしていたことが紹介された。捕虜のエドウィン・ボーンと共に、 患者や薬を運んだほか、捕虜から腕時計を取り上げる日本兵に注意したり、上官に隠れて衣服やタバコ、パンなどを与えていたという。石王の健在を知ったボーンと元捕虜数人がアメリカ海兵隊に感謝状を送るよう働きかけ、2000年8月19日にルイジアナ州ニューオリンズ市近郊で授与式が実現した。 腰痛で渡米できなかった、咳尾の代わりに二人の医学生の孫が感謝状とメダルを受け取っている。ありがとうございます。